長谷川忠邦教法13年5月18日は、江戸時代前期の旗本、日田大官、父は、長谷川忠子母は、東都海国田神宮の官主、長谷川忠慶の娘。子に、日田大官、長谷川忠隆。室は、津藩東堂家家家臣、小沢忠子の娘。通称は、小五郎。家録は450票。 法永六年勘定となる。教法三年田島国行くのに赴任し、勘定、石川新党と共に立ち会い預かり支配し、教法四年からは、越後国の幕府領を預かり支配する。教法五年代勘となり、道の国岡陣や支配となる。同年には、薬料二百票を賜う。教法七年では国漆山陣屋は場所外となる。教法八年佐賀江代官。 森山沙ネキと共に、百合、省内で、城名法を実施する。では国史配中の同九年旧来の法を改め、海戦の便利を良くしたことにより、米国の値段が増し、広配置の開墾につながる。その項により、百票を数をされる。同年から、日田大官に転任し、教法十一年から、出張陣屋を、美濃国史も河辺に設置する。日田大館転任時に、 引き渡し、諸書,書物を吟味したところ、山中に、町面外の富木26万丁を発見したことにより、国内の木の伐採を3年中止し、不要材を売却したことで、金10万両の利益を出す。その項により、10分の1金を下されるところ辞退した。教法11年支配所の事務に精を入れたことにより、租税が増加しその取り計らいの良いことから百五十票を、 加増され、合計450票の過録となる。教法13年5月18日死去。享年72。この田田孝が家徳を継ぎ、日だ大官となった。ありがとうございます。